はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ、はい、ということで今日はですね、今日は女性の一番大嫌いな時期ありますね。そう、1ヶ月に1回訪れるあの魔の1週間でございます、はい、その時女性の体に起こるね様々な現象があると思うんですけど、なんでね食欲が増加するのかとかね、あとどうしたらいいのかって悩んでる方も多いのかなって思うので、はい、これをねお話ししていけたらいいなと思います、はい、ということでそれでは早速スタート。はい、ということで今日は生理のね女性の体に起こる一つの現象として食欲増加というものがあるんですけど、でそれについて話していきたいと思います、はい、そう本当にその生理前っていうのは食欲が本当に増加するんですよ。で食欲の増加だけじゃないんですけど、イライラしたりとか悲しくなったりとか、やけになんか感情がこう不安定になって、なんかわけもわからず泣いてしまうとか、こういろんな症状があると思うんですけど、黄体ホルモンっていうのがあるんですね。そうで、その生理前とか生理中っていうのは黄体ホルモンのね働きが活発になるんですね。すごいいっぱい増えてくるんですよ、黄体ホルモンが。そうするとイライラしたりとか、あと食欲が増加したりするんですね。で期間限定、そのね黄体ホルモンが活発になる時期っていうのが1ヶ月に1回あるので、その時期限定なんですけどあるんですよ。でそのせいで食欲が増加してるって皆さん考えた方がいいと思います。なんか最近食欲すごいなとか、なんか体重増えてるなって思う方もいると思うんですけど、そう、その時期は通常よりも2から3キロ増加してるのが普通らしいんですね。そうだから、なんか急に体重が増えたとか思わなくて大丈夫です。2から3キロって言ったら結構なこうね増加だと思うんですよ。だからほんとびっくりするよ、すりますよね。ほんとびっくりすると思うんですけど、私もほんとびっくりしました。そうでもね、その黄体ホルモンが活発になってるっていうのが原因なので心配する必要はないそうです。妊娠に備えてこう体に栄養を蓄えようっていう働きがあるそうで、そのせいで食欲が増加するそうです。そうちゃんとしたね理由があるので、すごいああそうなんだなって私も思いましたね。あまりにこう食べるのを無理して我慢すると、逆にこうストレスが溜まってしまって、イライラだったり感情の起伏が激しくなったりするので、やめた方がいいということです。逆にその期間が過ぎれば自然とね元の体重と食欲に戻るので、逆にね食べても大丈夫かなって思います。ではね、食欲が増加したら何でもかんでも食べてもいいのかって言ったら、なるべくね体に気を使った方がいいとは思います。なのでね食べ物をカロリーの低いものにしたりとか、あとは空腹時っていうのは血糖値がガーンって下がるんですけど、であまりにね我慢しすぎるとこう血糖値がすっごい下がって、あ食べたい食べたいっていう風になるそうです。でそうなると大食いのねバーって食べてしまう原因になるそうなんです。なのでこの差をね これぐらいとか、そうあまりこうガーンってならないようにするために、こう少量のね食事をこう回数を多めにして食べるとか、あとは食べる順番、例えばね食物繊維ってあると思うんですけど、そう食物繊維には血糖値のね上がり下がりをすごい抑える働きがあるので、こう緩やかにこう血糖値を上げてくれる働きがあるので、野菜から食べるっていうのも手ですね。そうで最後に炭水化物を持ってくるっていう流れを作ると、こう血糖値の上昇と上がり下がりの幅が狭くなるのでおすすめです。はい、私は本当に調べるまではなんか私食べちゃったんだなとか、罪悪感、すごい罪悪感にこう苛まれてですね、なんでっていう風になってたんですけど、そう生理前の症状の一つとして食欲増加っていうのがあって、黄体ホルモンの働きの活発になってるせいなんだなって分かっただけですごくほっとしたんですよ。そうだから
皆さんも安心してくださいね。はい、はい、ということでね、今日は生理前症状の一つ食欲増加について話していきました。はい、悩んでる方、困ってる方いらっしゃったら、ぜひこの動画がちょっとでも役に立つと嬉しいです。はい、ぜひね、参考にしてください。はい、私もね、うまく付き合っていきたいと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。